はい、皆さんこんばんは。熊本一郎のカメラ雑談へ。はい、ということで今のはちょっと怒られますね。すいませんでした。ということで、今回は、まあ、タイトルにもあるようにカメラ雑談です。まあね、私が本当にもうダラダラ喋るだけであって何か、なんか商品紹介とかそういうことは全くしません。出てくるものといえば、まあ、今ここにあるこういうカメラが1個ぐらいです。ペンタックスの K3 とかも出てきません。 MacBook Pro も出てきません。その2つは今ね手元にないので、ね、私より先にさっさと実家に帰っちゃったので。で、今回撮ってるのはこれもうそのままね iMovie で撮って編集するために iPhone でやってます。で、 iPhone の iMovie で、まあ、カット編集ぐらいやってちょっと BGM つけてそのままアップするというような形になると思います。はい。で、今回何についてかというと、まあ、最近ね、すっごく私の中でカメラ熱がまた熱くなってきてて、まあ、その撮るという方の意欲もそうなんですが、今回はね、それをちょっとお話ししたいと思います。で、もう単刀直入に言いますと、1週間ぐらい前は私は、キャノンの、6D が欲しいと言ってました。まあ、実際に今もそれは強く願ってます。6D の何に惹かれたかというと、もう ISO 感度めちゃくちゃ上げてもノイズがほとんど乗らないっていう、高感度に強いという面ですね。あれに惹かれて、あれすっごくいいなって思ってます。ちょっとね、今回 iPhone で撮ってるので実際に撮影したサンプルというのがお見せできないんですが、またね、お盆が過ぎたら 6D の ISO6400 とか、12800で撮った画像をお見せいたします。すごいです。全くって言っていいほどノイズが乗らないです。まあ、私は今まで APS-C サイズのカメラと、で、そしてこのマイクロフォーサーズのカメラで、それと、まあ、ペンタックスの Q ですねぐらいしかあんまり使ったことがないので、フルサイズどんだけノイズに強いかっていうのをほとんど知りません。で、それであれを体験して本当にびっくりして、で、6D は小さいし、で、なおかつ軽いし、で、値段もね、やっぱ 5D とかと比べたらやっぱね安いので、欲しいなって思ってますっていうのが、まあ1個、まあそれはね、まあ余談というか、まあおまけ程度の話なんですが、まあもう1個ね欲しいと思うようなカメラがあって、で、それは何かというとソニーの、NEX7 です。まあ結構ね NEX って言ったら YouTube やってる人たちの中では 5R とか 5T とかがね有名ですけど、私はそれより1個上2個上の、NEX7 というやつがちょっとね欲しいなと思ってます。で、全然ねそれは新製品とかではなくて、なんならもう2年近く前の商品なんですよ。はい、ほんと2年ぐらい前の商品で、全然新しくもなんともないんですが、じゃあなんでそれが欲しいかって思った時に、 5R とか 5T とかよりそっちが欲しいかって思った時に、まあ、1個目はファインダーなんですよね。私写真を撮るっていう時にファインダーないとダメなんですよ。ダメじゃないけど、ファインダーはやっぱりファインダーを使いたい。なのでこのカメラを買う時もなんだっけ、ミラーレスなんですが、やっぱりファインダーがあるっていうのも一つちょっとねこれポイントだったんですよね。で、まあ、さっき言ったソニーのカメラで、これパナソニックのルミックスなんですが、まあ、あれです、電子ビューファインダーなんですが、まあ、NEX7 も電子ビューファインダーを採用してて、で、ここのねファインダーがすごく綺麗らしいんですよ。まあ、実際にね本物を触っ
ったことがないのでどの程度かっていうのはちょっと分かんないんですが、あのいろんな記事とか読んでるとすごく綺麗らしい。でそしてね、もう一個、まあ私 YouTube に動画投稿してる、まあ動画を撮る人であるとともにやっぱ写真なんですよね。はい、もうね今更なんで言いますけど、私少し前までカメラマンをやってたんですよ。でそれはそのアマチュアとかじゃなくてプロカメラマン、写真を撮ることでご飯を食べてました、本当に実際で。なのでやっぱ写真を撮る人なんですよ。で写真を撮る人だったんで、やっぱりカメラはまあどんだけ動画性能がいいとか言ってそっちを選んだとしても、カメラはやっぱり写真機という感覚があるの で、 でなおかつその NEX7 は、センサーがα77、 ソニーの α77 の、センサー、同じやつをね、脳みそっていうかそこを積んでて、で処理エンジンもビヨンズですかね、ソニーはビヨンズで、あれすごくいいんですよね。写真は NEX7 は評判が良くて、2400万画素の、APS-C サイズ。カメラの本体としては 5R とかとあんまり変わんない。それこそ、まあ、例えばこれが 5R だとして、でこっちが NEX7 とか、そんなサイズの差はなくて、もう、まあ、ほぼほぼ一緒ぐらいのサイズで、でなおかつ、まあ、ファインダーがついてて、でやっぱり本体もすっごく高級感があるんですよ。やっぱね、 YouTube する人にとっては本体パカってあのチルト液晶で自分撮りができるっていうのはポイントになるらしいですけど、NEX-7 はそういうことはできないんですよね。90度までしか上がらなくって、でも写真を撮る上ではやっぱセルフィーは写真ではしないので、そういうとか問題ないのかなと思って、でやっぱり考えた時に NEX-7 にどんなレンズをつけるかって言ったら、やっぱ18-55とかの標準レンズじゃなくて単焦点でいいんですよね。本当にもう写真機で、写真機と言っても私普段使ってるのはペンタックスの K3 っていう上等な、これ本当に上等な一眼レフを使ってて、でまあサブ機ですよね、サブ機としてその7を使いたいと思ってて、で単焦点レンズ、やっぱりね E マウントかな、ソニーの E マウントでは最強って言われてた、今はどうか分かんないんですけど、ね有名 YouTuber の瀬戸さんとかもね、使われてる、なんだっけ、カールツァイスか、そうカールツァイスの 24mm の F1.8?7?8 かなの単焦点、すっごくいい単焦点にやっぱその組み合わせは最強だなとか思ってて、今更ながらね、その NEX-7 っていうのはもう今後継機が出てて α6000 かながあるんですが、でも一世代前の NEX-7 が欲しいなって今ちょっと思ってます。まあ、もちろんねボディ単体で買ったらやっぱ一桁中盤後半とかするし、そのカールツァイスも安くなったとはいえ新品で買ったら今7万ぐらいするのかな、やっぱ高いから簡単にはね買えないし、まあすぐすぐ買おうとも思ってないですが、やっぱね最近ちょっとそれがね私の中で激アツなので、そういうちょっと話をしてみました。でね、なんで最近カメラ熱がまた熱いかっていうと、まあ YouTube 上じゃないんですけど Twitter、Facebook 上の友達の、まあ地元がね一緒のとある友達がいまして、でその友達はまあフルサイズ機を持ってて、α900 っていう、まあ、ソニーの
今アルファ99っていうのがあるじゃないですか。でその1個前かな、1個前のフラッグシップ機、一番いいフルサイズ機を使ってるんですよ。いいカメラで、ちょっとね私も欲しいなと思ったぐらいにいいカメラでいろいろ調べて、でまあそれを使ってて、でその友達といろいろなんかねカメラの話とかレンズの話をした時に、なんかめちゃくちゃカメラ熱がまたちょっと熱くなってきてそれ欲しいなとかって思ったので、まあこういう動画をね撮ってみました。もちろんこのカメラ、ルミックスの G5 っていうのもすごくいいカメラで、あの動画もそして写真もねまあまあな、まあまあうんいいのは撮れるんですが、うんうんっていう、もう一つ欲しい、もう一つその個体が欲しいじゃなくて、もう一つ上の性能が欲しいというね、そういうことをちょっと最近感じてました。まあそんな感じです。今回はね本当にもう中身のないというか、本当さらっとした一つの性能に関して熱く語るっていうことはしないので、まあそういう動画でした。はい、では